ノーンプラードック駅は、大王国中部ラーチャブリー県バンポーン郡にある、大国有鉄道南本線の駅である。ノーンプラードック駅に設立された、対面鉄道建設の石碑ノーンプラードック駅は、大王国中部ラーチャブリー県の人口17万人が、クラスバンポーン郡にある、大国有鉄道南本線の駅である。当駅は、大国鉄鉄道駅の中で3路線が乗り入れている。 唯一の駅であるであるが、当駅乗り入れ列車は8往復の普通列車のみである。なお、ノーンプラードゥックとはタイ語で、ナマズ沼の意味である。1903年6月19日、当駅を含む大国鉄南本線台育区間、トンブリーペッチャブリーエー機関が開通。第二次世界大戦中大日本帝国陸軍による対面鉄道の建設が、1942年6月より、 開始され、1943年10月に全通した。戦後大政府が連合軍より購入し、整備の上再開された。当駅開設より60年後の1963年6月16日に、3番目の路線であるスパンブリー線が開設された。その後、当たり線のスパンブリー駅より、北本線、バンパワイ駅までの接続計画もあったが、 実現せずに今日に至っている。端式及び、島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。民家以外何もない。ありがとうございます。